ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。どうも、私ヨーロッパ企画で俳優をやっております長野宗則です。そして藤谷莉子です。いい KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオそして福岡ラブ FM をお聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いいたします。お願いいたします。いい、いやーね、ごめんなさいね、先週はほっとしております。ほっとしている。嬉しいですね、本当に。いや嬉しいな、そう言ってもらえて。あんなに心細い思いをするとは思わなかったですね。あ、そう、はい、うん、もう嬉しいですね。嬉しい。やっぱり目を見て一緒にブロードラジオっていうのが、確かに、うん、うん、え、どうした、鼻すすってない？すいません、肌ちょっと暖かくなったんで急に。あ、それで外からちょっと入って。すいません。すごいコンディションが、あのね、分かりやすい鼻をすする音が。すいませんでした。いやいや、いや風邪ひかれたのかなと思って。あ、風邪はひいてないです。ひいてない？はい、うん、いや、風邪ひかないって聞いてたんでちょっと、うん、風邪、うん、ひいてないです、ひいてないです。あ、そう、はい、咳出ない、出ない、うん、この寒暖差にやられてる。寒暖差にやられました、うん、寒いところからこう室内に入るとこう、うん、鼻が出たりしませんか？うん、あー、わかるけど、うん、それにやられました、うんうんうん、すっごい風邪っぽい鼻声してるんで。あ、鼻声してますか？うん、うん、でも風邪ではないです。ほんと、はい、すごい元気なんで。そっか、木舟のね、泥水の泥水飲んで生きてきた、ね、この、はい、タフなんだよね、はい、うん、いや、風邪ではない。なんか、いや、強情っぱりやったら疲れるからもうやめよう。いやいやいや、風邪ではないんですよ、本当に。全然もう最高レベルのコンディションで、うん、あ、コンディション、あ、そう、はい、そこ疑ったらよくない？健やかですよ。健やか、はい、健康の健と書いて、はい、健やかとやめます。あ、そう、でも、はい、まあ、ちょっとね、先週はね、僕お休みさせてもらって、はい、でもうちの劇団員の土佐和成、そうなんです、駆けつけてくれて、はい、サポートを、はい、ね、してもらって。そうなんです、うん、もうラジオの先輩としていろんなアドバイスをいただいて、はいはいはい、アドバイスを聞く感じになったってこと。今年1年のこのラジオ、私も1年になるじゃないですか、うん、4月になって、それでこうますますこうどうスキルアップというか、ね、ステップアップしていこうかっていうことですね。ああ、そうなの。いろいろお聞きしまして、はい、割と熱い話をしてたんだね。もう、うん、すこぶる熱かったですね。そうだったんだ。はい、もう、はい、じゃあ、もう、まあ、僕とはできない話だよね。そうですね、うん、やっぱり長野さんがいない間にこうちょっとでもこう伸びてこう、うん、長野さんにちょっとでもこうね、足でまたならないようにしなきゃという。いや、なってないよ。後輩心は、後輩心、はい、いや、けなげなとこがあるんだな、うん、本当私にも、ね、はい、あるんですね。本当に、いや、本当にご迷惑おかけしました。とんでもございません、ま、お疲れ様です。はい、もうここからは、うん、今週からはしっかりやります。よかったです、まあね、そう、タイに行っててね。ね、タイに行ってたんです。1月のね、6日からテレ東系で放送される、はい、ポチッと発明ピカチンキットっていうね、まあ、アニメーションあるんですね。あれ、それのアニメーションが終わったらバラエティーが始まるんです。その発明物の番組なんですけど、ある少年が、まあ、なんか発明キットをゲットして、それでいろいろはちゃめちゃ起こすみたいな、まあ、ギャグ発明物みたいなジャンル、アニメで、その出てきた発明物が実写パートになった時に実際物が出てくるんです、うん、でアニメで発明されたものが、そう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 、うんうん、さっきアニメで見てたやつやっていうのを、うん、まあ、実際僕らつけて遊ぶみたいな。なるほど、うん、でそれが、まあ、市場に出回っているっていう、市場に、そういう仕組みの番組だったんですけど。んで、これ、まあまあ、立ち上がったばっかりで、番組としてね、放送1月3日からで、はい、でそれに先駆けて、まあ、タイに行ったわけです。そのピカチンの番組で盛り上げ企画として YouTube で盛り上げようかなっていうところで、あー、うん、そうそう、 YouTuber になってらっしゃったやつですね。僕 YouTuber になってるんで、今 YouTuber なんで。なるほど。そうそう、その仕事でタイに行ったんですよ。あ、そうだったんですか。そうなんです。そうそう、だからその、ね、まあ、番組始まったばっかりだけど、はい、僕博士の役やってて、まあ、助手にジミー君っていう助手の役のね、まあ、うちのヨーロッパの酒井君って言ってるんですけど、はい、うん、まあ、彼がちょっと彼に代わる人物がいないかっていう動機でタイに助手のジミーを探しに行くっていう、
うん、まだ番組立ち上がったばっかりなのにもういなくなっちゃったんですか。女子候補を探すっていうそうなんですよ。なるほど、うん、で、まあ、本当にね、現地のコーディネーターの方にいろいろ調べてもらって、あ、タイの、うん、そう、なんでしかもタイかっていうと、うん、タイっていうのが前国王が発明もやってたんです。タイの国王が、そう、プミポン国王が、プミポン、プミポン、うん、プミポンっていう名前なの。プミポン国王が、プミポン国王が発明ってて、で、発明の日っていう、そういう休日もできるぐらい国民の記念日みたいなのに発明の日、そう、だから結構発明に割と力、へえで、タイに行って、へそしてやっぱ発明やってる人が結構いて、あ、うん、なるほどなるほど、そう、普通に街中にですか。街中、あ、でも街中にもあったよ、なんか発明っぽいのが。例えば僕ら市場に行ったりしてんの、はいはいはい、うん、もう市場も何、フルーツとかね、もう魚介とか、まあ、お肉とか、もう本当に、暑い国ですけど、もう本当に冷蔵庫に入ってない状態でこう思ってバーって出てるんですよ。なるほどなるほど。ハエがたかるじゃない。そうですね、やっぱり暑いです。でずっとハエを払ってるお店の人もいるのね、うん、でもあるお店ではすごい1店舗しかなかったんだけど、はい、ずっとね、プロペラが回ってるんですよ、その食べ物の周りに、あ、商品の上に、そうそうそう、これ発明じゃないかって聞いたら、はい、そうですって、うちの父がハエよけのために扇風機を解体して、はい、モーターを、まあ、モーター、まあ、垂直に立ってるじゃない、はいはいはい、うん、それをもうテーブルに置いて、でちょっ と,、金具を、針金をビューンって伸ばして、うんうんうん、で先っちょに風になびきやすい軽い布をつけて、うんうんうん、ふわーってスイッチ入れたら360度ずっと延々、うん、そのプロペラが回る、そうで、ハエよけて、だからずっと払ってる店もあれば、そうやってもう腕組んで接客してる人もいるっていう、発明次第でそんなにね、発明次第、そうそうやってるんですよ、うん、はー、発明大国だったんですね、うん、発明大国、本当で本当によく見たら発明してんじゃないかって言って、市場の中に家とかそういう住宅地とかあったりするんだけど、うんうんうん、見ていって割とねすぐ入れてもらえるんですよ、家に。ほうほう、すごいオープンで、へ、うん、で、え、あれもしかして発明じゃないですかみたいな聞いたら、うんうん、ああそうそうって言って、まあ、ちょっと怪我してるので運動不足になる、足がちょっと悪くて、はいはい、で足をぶら下げる布が垂れ下がってるのね、なんか包帯みたいな、うんうんうん、で手を引っ張る部分があって、で重りがついててペットボトルの中液体が入って、でこれで足を紐を引くと足が上がるっていう、で紐をまた戻すと足がまあ上下する仕組みを、からくりを作って、これでウォーキングしてるみたいになるんだよって言って、もう生活の中にねちょっとしたこう発明がこう転がってるような国でしたよ。あ、うん、こう自分でこうダイエット器具作っちゃうみたいな感じの発想ですよね。そう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 、そんなんで、すごい、いや面白くて、だから現地の方が用意してくれた発明が、まず行ったのが大学生の家、大学生でロボットスーツを着てる学生がいるっていう噂を聞いて行ってで行ったら普通の家なのよ。もう入ったらもうおばあちゃんとかもう昼ドラ見てて、うん、で全然テレビが来るって言っても街の人は何も構えずに、ああどうぞどうぞみたいな、すげえニュートラルな状態でファーって言って本当これいいのかなっていう発明の方みたいなでいうぐらい、もう普通の生活感と言われるところで、もう布団とか敷いてんだよまだゴローンってしてたりするので、そこで2階に上がったらその大学生の部屋があって、はいはいはい、うん、そしたら、まあ、それらしい科学技術書とか電子工作系の本とかをバーッとあって、はいはいはい、うん、で扉開けたらそのさらに横を鉄仮面で顔を覆って、で腕には鉄の、アーマーをつけて、両腕に、そして下半身に二足歩行ロボットの足を人間が履くみたいな、そういう器具を、だまあもう全身ロボット状態を体に装着してる学生が現れて、はあ、鉄仮面でむちゃくちゃ怖くてさ、それは怖さですね。そうでほうほう、ガチャンガチャンガチャンってその本当に物音立ててくるのよ、はあ、うん、で鉄仮面が来て、どうして緊張しちゃって僕も、そしてなんか
スイッチピッて手元のスイッチを押したら、うんうんうん、うーんって観音開きみたいな入ってそしたらさ、むっちゃさすが微笑みの国と呼ばれてるだけあって、もうすげえすげえ癒し顔で待ってて、鉄火面が開いたお顔の部分がパカッと開くと、いのっち V6 井ノ原さん、はい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 、穏やかな、そうあのイケメンを抜きもう抜き去った感じの垂れ目顔で、うんうん、もうすごい、イケメンを抜き、そうイケメン感、いのっちのイケメン感を引いた感じの癒し顔、まあ、穏やか、優しげなお顔、穏やかすぎるぐらい、てっかくもう真逆のベクトルのでうわーってもう盛り上がっちゃってそこで、うん、でもそのなんかで身を預けるだけで歩行してくれるやつを開発していったりとか、自分で歩かなくてもロボットが歩くってことですかね、うんうん、そうそうそう、だからもう乗ってるだけ、うん、へー、そうそう、でも二足歩行してくれる、んで、映画が好きでその人そう、うんうん、で腕をピッてやったらスパイダーマンみたいにこの手首からピューって糸が出て、で先っちょ磁石ついてて、はいはい、僕が持ってる鉄のペンとかピッピッ取ったりとかそう、そんなハサミとかそこら辺のピンって取ったりするんで、命中率がすごい悪いんで、鉄製のものなら取れるってこと、取れるっていう強力な磁石の先っちょついてるから、なるほどなるほど、スパイダーマンとか言ってお茶目な、お茶目、めちゃくちゃお茶目って、でも話聞いていくと他にも発明品があって、おばあちゃんが耳がちょっと悪くなったから、うん、で自分で補聴器作ってつけさせてあげたりとか、うん、でその足の歩くやつも医療器具として開発したって、うん、車椅子より勝手がいいですもんね、歩ければきっと、そう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 、うん、そうだよね、運動不足にもおそらくならない、うん、多少血行が良くなるじゃん、うん、車椅子よりか、ね、そうで、なんかそういう国王なのかな、なんかすごい表彰されてる写真があったりとか、その発明国王から、発明国王だったんじゃないかな、あ、うん、あれはプミポン、プミポン、うん、プミポンさんから、うん、は表彰されてる、うん、そう、うん、だから本当その他にも何何でもどんな不定形な形のものでも、うんうん、飛行機にしてしまう、まあ、え飛行機、うん、飛行機飛ばしちゃう、うん、で操縦できちゃうみたいな小型のね、まあ、ドローンを応用してるのよ、タケコプターみたいな、タケコプターみたいな、そうプロペラがついてて、うん、でそれ何がすごいかって GPS をつけると、うん、なんかなんつうの安定するんだって操縦が、というのは、うん、なんでやったっけなGPS をつけることで子供でも操縦できるようになるんだって言って、うん、なんか風の抵抗とかをなんかね、いや GPS ついてんのとついてない飛行機があったのね、はいはい、GPS ついてないのもうビューンって操縦したら風にたまたま横風吹いた時にもうバーンって壊れちゃったのよ、はい、うん、でじゃあ次ちょっと GPS ついてるやつやから、これだったら大丈夫、子供でも操縦できるって言って、うんうん、ごめん原理がさ忘れちゃったわ、どんなんかその時はふんふんって聞いて、GPS GPS って何、うん、ですか、 GPS 現在地が分かったりね、情報、うんふんふん、うん、なるほど、自分はここにいるぞっていう、うん、その位置に今いなきゃいけないっていうのはちゃんと理解、うんうん、だから安定するんだ、さすが工学部ですよ、なるほど、うん、やってたんだって、へー、うん、GPS を、GPS の研究を、うん、そんなんとかすごいですね、すごくない、なんか面白くて、うん、で、まあ、あとなんかねパソコンのさCPU とかハードディスク入って普通の黒いでっかいあるじゃない、はいはいはい、モニターの横に置いてあるやつね、うんうんうん、四角い、そう四角いもう武骨なさ今部屋にあるけどさ、ね、このスタジオの大きい、うん、あれをカスタマイズして車の形にするとか、これが車の形になってるんですか、飛行機の形にするとか、で車の前のフロントのバンパーからピーンって DVD の、うん、出てきたりとか、なあ、うん、なるほど、あるんだってそういうジャンルが、用途は一緒だけれども、うん、一緒だけどおしゃれ、おしゃれっていう、好きなものに囲まれて仕事ができるとか、そういうことですかね、うん、そう、うん、ほうほうほう、そうそう、楽しいですね、楽しい、いやもうこれです流行ってんのって聞いたら、うん、まあ、タイに4人ぐらいいる4人ぐらいいる、でもその人すごいのは世界
まあ、マレーシアとか、あとヨーロッパからもかな、なんかこういうデザインのものを作ってくれってオーダー来るようになったらしくて、そして普段魚の養殖やってんのよ。発明青年は、発明青年魚の養殖やってんだけど、はい、趣味で始めてたんだけど、それがもうインターネットでもう広まっちゃって、でテレビとか出て、である程度ちょっと有名人っぽくて、で海外とかにもその情報が行ってこれ作ってくれって、今だから養殖業とあのその発明業で今同じぐらい稼いでるって。なるほど、すごいよね。すごいですね、うん、倍になってるんですよ、おそらく収入が、うん、本当ですね。そう、うん、すごい、すごいよ。で、うん、でその人のさ、パソコンデスクトップに制作過程の写真とかもうすごい熱心に見せてくれるの。たまに奥さんとイチャイチャする写真とか撮ったりとかでもオープンなの、ちょっとこれ見せてよって言ったら全然見せてくれるし、なんかねすごくそのタイの人のね、あのに癒されてね、おおらかな感じ、おおらかなのよ。家もさ本当にあのどうぞどうぞって言って、別にそんあれだよ、もう生活感とか隠そうとしてないんですよ、うん、全然。なるほど、うん、日本だったらすごく、ねね、段取りとかね、まあ、もちろん段取りちゃんとしてたとは思うんですけど、ね、なんかやっぱ気張っちゃうじゃないですか。そうですよね、そういう感じはなくてね、いや面白くてね、うん、で最後のそのパソコンの子が言ってたのがプミポン国王あの、はい、でやっぱ偉大な存在なんですかって聞いたら、もちろんだって言った。おやっぱりタイ国民の、うんうん、やっぱそうなんだって心がっちり発明で、そうで、うん、プミポン国王が名言残してる、あ、うん、樽を知る経済っていう言葉残してる、樽を知る経済、うん、今満ち足りてる今の稼ぎで十分幸せなんだよっていう、何 経済政策というかスローガン、うん、なるほど、そう、うん、だから、別に今パソコンのケースの開発で儲けたりはしてるけど、はい、それ以前も全然幸せだったし、今ももちろん十分幸せだし、うん、今満たされてるんだよって思う経済状況であるって思うことで、全然気持ちはギスギスしないし豊かなんだよって、その言葉にすごく支えられてる気がするみたいな。そう、なるほど、なんかね、そう、微笑みの国ですね、微笑みの国なんですよ、なんかね、割とそれがもう3日間3泊4日行って最後の方、最後の人で、うん、そういう言葉をもらえて、うんうんうん、なんかちょっとね良かったんですよね。いや素敵ですね、樽を知る経済、樽を知る経済、これはまあ今後ね日本もあれですよ、おそらく経済的にはもう落ちていく一方かもしれませんけど、うんうんうん、その意識っていうのはもしかしたら僕らをね豊かにしてくれるかもしれないなと思えるような旅でした。これまあ YouTube で公開されますんで、この模様はチャンネルで、チャンネルでピカチンキット、ピカチンズチャンネルがありますんで、チャンネル登録を登録していただいてね、見ていただけたらなと思います。はい、長々と失礼しました。楽しかったです。というわけで、ラジオドラマね、コーナー行っちゃおうかなと思ってるんですけど、今月は、土井耕作のラジオドラマ、はい、どういう、ね、先週から始まってますけれども、はい、うん、どうでしたか、あの手応えというか、そのやってみて。いや、うん、楽しかったですよ、うん、あの土佐さんと二人芝居をやらせてもらったんですけどね、土井先生、土井先生、土井先生に関わるのが2回目だったんで、ああ土井先生、うん、武士がよく聞いてらっしゃる、うん、はいはいはい、思いながらやりましたけど、うん、はい、うん、じゃあ今日はね第2話ということでね、タイトルがですね、当たって砕けろ、うんうん、こちら聞いていただきましょう。それでは開演いたします。ん？あれ？あ、なんだ8巻じゃんこれ。どうしたの？いや間違って7巻飛ばして8巻読んじゃったんすよ。ああそう。いやおかしいなと思ったんすよ。6巻の最後に出てきた敵のボスが急に味方になってて、しかも地球救って死んじゃったんで。ああ、あれね。うわ、がぜん7巻で何が起きたのか気になるな。ああそう。あれ先輩、7巻見当たらないんすけど、どこっすか？ないよ。え？ないよ、7巻。いやいやいや、なんでないんすか？前に7巻にコーヒーこぼしちゃって、とてもじゃないけど読める状態じゃなかったから、捨てた。何してるんすか？てか、それならまた新しく買っておいてくださいよ。いや、それは俺の自由だし。普通はすぐに買い直すでしょ。いざ本屋行ったら、また今度でいいかなってなって。最悪だ。俺、今から本屋行って買ってきます。どこも開いてないって。そんなことわかんないじゃないですか。必ず、どこかに空いてる店があるはずです。ないって。
あと2時間で日本は終わるんだぞ。そんな時に店なんて開けないんだよ。お前もうち来る時までに見ただろう。そうすけど。現実を見ろ。そしてあの隕石を見ろ。見てますよ。3日前に日本に隕石が落ちるって報道が出て、その時はどうせミサイルを当てて吹っ飛ばしてなんとかなるんだろうと思ってた。でも今朝国が発表した声明を聞いて、俺は現実を直視した。確か今ミサイルを当てても砕けた破片が落ちてきて、むしろ被害が甚大になるとかでしたっけ。そこで俺はあの隕石が落ちてくる前に、落ちて死ぬ前に、やりたいことをやれるだけやる、そう決めた。すげえ元気っすね。というかじゃあ早くやりましょうよ。いやだからそのやりたいことを今ノートに書き出してるとこなんだよ。どれっすか。え、まだ何にも書いてないじゃないですか。いや一つ書いたし。一つって、え、ちゃんと見せてくださいよ。あー、ちょっと待ってちょっと待って。板チョコを丸ごと一枚食べる。え、なんすかこれ。いやこれはそのとりあえず書いてみただけで、一つ目だし軽い感じのやつを。二つ目書くまで何時間かかってるんですか。結構難しいんだって。案外死ぬまでやりたいことって出てこないんだって。それにしてもですね。そう、お前もなんかあんだすよ。ほら早く3、2、7巻を読むですかね。いやいいよそれも、しつこいなお前。本当に今最終巻よりも全然7巻を読みたいんすもん。はいはい、分かった分かった。板チョコよりマシですよ。いやだから板チョコはウォーミングアップなんだって。例えばだけど、全裸になって外を走り回るってどう。あー、なるほど。これよくない。精神的にも肉体的にも解放感を味わって、それで最後を迎えるっていう。あー、原始の姿に戻ってみたいな。おー、そう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 。よし、時間もないし早速やるぞ。あ、行ってらっしゃい。いやいやいや、お前は。はい。お前もやるんじゃないの。いや、やんないんすよ、外寒いし。なんだよ外寒いって。ほら脱げ脱げ。単純にやりたくないんすよ。というか先輩、本当に全裸で外走り回りたいんすか。え、なんとなくで言ってません。いや、ぽいから言ってません。え、まあやり、いや、うん、別に特別やりたくはないかも。はい、ちょっと焦ってたかも。そうっすね。あ、なんかありがとう、寸でのところで止めてくれて。いいから早くズボン履いてください。はい。一回死ぬ前とかあと何時間だとか忘れて、先輩が本当に一生のうちにやりたいことを言ってみましょう。もう何でもいいんで。そうだな、ちょっと待って。はい。はい。宇宙に行ってみたい。いや、なんすかそれ。何でもいいんじゃないの。何でもいいですけど、限度ってもんがあるでしょう。分かってる分かってるけど。あ、でもそれできちゃったといえばできちゃったかもしんないっす。は？ほら、あの隕石、宇宙の一部っちゃ一部じゃないですか。宇宙の一部。うん。先輩が宇宙行ったわけじゃないですけど、宇宙側から先輩の方に来たと考えると、おお、宇宙に行ってみたい、ギリクリアじゃないですか。ああ、どうすか。ああ、あれが宇宙か。そうですね、宇宙ではないな。やっぱり違いますね。でも改めてよく見ると綺麗だな。神秘的っすよね。この光景をやろう二人じゃなくて彼女と一緒に見たかったな。あ、それっす。え、それ今からやりましょうよ。どういうこと。今から彼女作りましょう。は？先輩前に言ってたじゃないですか、フォーミの店員で可愛い子がいるって。え、いや別にそれは可愛い子がいるなって思っただけで。その子が住んでるマンションも知ってるって言ってたじゃないですか、ストーカーして。ストーカーじゃないよ、たまたまその子がマンションに入っていく姿を見ただけだって。場所も分かってんなら行きましょう、告白しに。なんでだよ、やだよ。告白しに行きましょうよ。やらずに後悔するならやって後悔する方がマシですよ。出たよその無責任な言葉。あのな、世界が終わる1時間前に知らない奴に告白されて OK すると思うか。そらびっくりはされるでしょうけど、でも世界が終わる1時間前に告白されて最後にわざわざ振ります。確かに。すでに彼氏がいたら話は別ですけど。いないよ、男と歩いてるとこは一度も見たことないから。え、よし、やるよ、やってやるよ俺。ダメで、もともと当たって砕けろす。そうだな、当たって砕けろだな。うわ、うわ、え、なに、チリ。あ、
どうします？行きます？いや、今日はやっぱやめとくわ。そうっすか。じゃあ俺7巻買いに行ってきます。うん、行ってらっしゃい。あ、お金ください。はい、聞いていただきましたラジオドラマ、当たって砕けろ、作土井耕作と、まあ、今回土井耕作さんからコメントいただいてまして、前回の話が年越しで始まりがテーマだったので今回は終わりをテーマに書きましたと。まあ何、隕石が落ちて世界の終わりみたいなね、うん、っていうようなすごいあっさりしたコメントです、ね、あ、終わりですか、終わりですか。そうですね。あら、はい、キャストの紹介しておきますね、先輩役が、藤井直樹さん、そして後輩役が瓜坂優作さんというお二人で、立命館の現役の大学生、立命館芸術劇場の方です。また来週もお楽しみにと、はい、というわけで、名言酒場、はい、はい、行ってみましょうか、はい、マスター、はい、はい、あの入り方にまだ悩んでるマスター、ね、悩んでるよね。ですでもいいですよ今ぐらいの、うん、まあそうですよね、うん、そっちの方が通いやすい。今日はね正直店閉めてやろうかなと思ったんです、うん、え、気が回らなくて。オープニングで名言が出てたから、あ、プミポン国王のね、うん、勝てねえと思って色あせちゃうぞっていう、感心しちゃって、うん、ちょっとやめようかなって気は。樽を知る経済、はい、これですから、はい、いや、まあまあ負けじとこっちも、うんうんうん、行くぞということで、まあ、今回ね、あの隕石が来たりとか、うん、週末感のある、はい、ラジオドラマだったんで、ノストラダムスさんの名言をご紹介しようかなと思います。ノストラダムスさん、はい、うん、私は人間であり、間違うかもしれないし、しくじるかもしれないし、騙されるかもしれない。予言者の方ですよね。ノストラダムスさんは。張ってんすよちゃんと。すっげえ予防線張ってんじゃん。予防線張ってん。ほんで当たらんかったし、1999年だっけ。アングルモアの大王が宇宙から降ってくるってやつ。7の月ね。うん、はい、ちょっとね遅かったね、僕らもこれを発表するタイミング ね、うん、残念。あ、いやいや確かに、いや味わい深さありましたよ、うん、いやそうなんです、間違ってもいいんです、うん、間違ってもいいんだよ、うんうん、またマスター来るわ。いいえ、うん、ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、エンディングでございます、はい、告知なんかございますか。告知、私2月に、うん、ハイバイという、うん、この前も出させていただいたんですけど、はいはいはい、東京の劇団のお芝居に出るんで、うん、また日時が近づいたら、うん、告知させていただきます。はい、わかりました。お願いします、はい、まあ、僕からは、まあ、冒頭喋ったピカチンキットかな、ポチッと発明ピカチンキット、これ出てますんでね、毎週土曜日、はい、朝9時半からやってますからね、朝の番組なんですね、ぜひそちら見てください。ぜひ。でお便りね、ちょっと、はい、いつでも宛先言っちゃってよ。お便りお待ちしております、うん、宛先は全部小文字で、うん、europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com までお願いいたします。わからなかったよという方はヨーロッパ企画のホームページにもバナーが記載されておりますので、そちらをクリックしてみてください。はい、はい、といったわけで今週はこれにて終了でございます、はい、それではブロードウェイラジオ、来週もお楽しみに。さよなら。